こんにちは。今日はこの前これとこれを組み合わせて編んだものをお見せして、またほどくって言ってたのをほどいて、これでちょっと、あ、こっちはね、カインズホームで購入したビニールテープで、こっちはちょっとわからないんですけど、こっちちょっと多いんで、こっちからちょっと使っていこうかなと思います。あ、ちなみにくくりなくくりなっていうものですね。500m 入ってるんですよ。これでちょっとね、今回は円の編み方、交互に編んでいく編み方をやっていこうと思います。まあ、入れるところが分かるって方は、分かってきたわって方はもういいと思うんですけど、まだまだ分からないわって方は見ていただければと思います。で、こういうしおりみたいなのがあれば便利かなって思います。まずこうやって6、一番最初6から始めますね。輪を作って、今回はちょっとね、ちっちゃめ、きつめにしていこうかなと思います。いつも8号とかでやってるんですけど、7号でやっていこうと思います。ではやっていきます。まあ円の編み方は同じ方向で出してるんですけど、この前長四角と楕円形を交互に出すやり方をお出ししたんで、円もちょっと作っておこうかなと思って、では輪の中に6コマ編みしていきます。1、2、3、4、5、6で、こう絞ります。私はもう一重でやるんですよね。まあ、ここを全部巻き込んで編んでいくんで、で、最初の細編みの頭に針を入れて、これを巻き込みます。もうここの時点で、で、引き抜いて立ち上がり1つで、裏返します。で、裏返すときにもこれも一緒に巻き込んでいきますね。で、裏返したってなったときにずらします。そしたら次はここじゃなくてここなんですよね。ちょっと遠い感じが、最初は違和感がすごいあると思うんですけど、まあ慣れてくると大丈夫なんで。でもここじゃなくてっていうところにちょっと針を入れてみると、ここはね、引き抜きなんですよね。こう見たときに今引き抜いてきたところ、だからもともと入れるところじゃないなってなるので、ここじゃないから次ここから入れていくんですね。で、これは巻き込んで編んでいきます。で、ここからはこう増やしていくんです。同じ方向に2つ、で、次も同じところに2つ。まあ増やし方は同じなので、入れるところだけですね。で、次も同じところに2つ。あ、でもこれが7号で編めてるのも、これ結構絞られてるから編みやすいだけなのかもしれないですね。だからこのクシュクシュってなってない新しいところに来ると編みにくくなるのかもしれないんですけど、ちょっと7号でやっていきますね。で、ここ全部、まあ、巻き込めるところは全部巻き込んでいこうかなと思っています。まあ、普通は二重で始めますよね。それを一重でやってる分、まあ、ここで巻き込んでしっかり刺すようみたいな感じですね、私は。で、1、2、で、ここが一番最後なんですよね。まあ、だんだんいっぱいやってると、あ、ここここっていうので分かってくると思うんですけど、まあ、ここかなどうかなって思うときはこうやって入れてみてこう見ますね。で、こう見たときに同じ方向で行くときはここに入れるじゃないですか。この引き抜きなんでね、これが。これのすぐ下、根元から始めていくから、ここだなっていうのがわかるので、あ、合ってるなって思いながらこう入れてみるのもいいですね。やって。そうすると目数が狂わないんで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12合ってますよね。で、ここに最初の細編みの頭に針を入れて、
引き抜いて立ち上がり1つで2段目できました。で裏返して、でこれはねずっと同じ方向で行くときは切るんですけど、まあ編み目で分かるんで、まあここのね中心を見たら分かると思うんですけど、まあこっちが裏っていうのが一目で分かるように残してるんですね私は。で裏返したら次3段目、またここじゃなくてここで入れてみて、最後の細編みの頭に入ってたら正解なんでね私の正解で、増し目同じところに2つ、で次は1つ、で次は同じところに細編み2つ、1、2、で次は1つから繰り返しをやっていきます。ずっと次は2ですね、2、1、2、1ずっとやっていきます。2、1でやってきて、また2、1やったんで次は2ですね、同じところに1、2やって、一番最後ここですね、ここのまあポコンって穴開いてるんでまあわかると思うんですけど、こうやって入れてみて確認してもいいですね、この引っ張ってるところと同じところに入ってるなって。でここに最後は1で終わります。3段目ですねこれ。で最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて立ち上がり1つ、で裏返して、裏返したら次っていう感じでずらして、で次はここじゃなくてここ1から始まりますね。この編み図は一番最後にお見せするので、でそれを書いていただいてやっていただくと間違えずにやれるかなって思います。1で次同じところに細編み2つ、で次は1に1つずつ入れます。1、2、そして次は同じところに細編み2つ、1、2、そしたら次は1、2、1つずつ入れます。1、2、そしたら次は同じところに細編み2つ、1、2、こんな感じでこの段はずっと1、2、細編み1つずつ入れて増やし目、1、2、増やし目っていう感じでずっとやっていきます。で、増し目1、2ってきたので次増し目ですね、1、2、そしたら一番最後は1で終わります。ここですね、1で終わって最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて立ち上がり1つ、で裏返して、裏返したらこっちもずらして、次はここじゃなくてここ、まあ、ずっと見ていくと見ていただくとどこに入れるかなっていうのが分かってくると思うんで、1、2増やし目します。増やし目っていうのは同じところに2つ入れるってことですね。次は1、2、3、1つずつ入れていきます。1、2、3、そしたら次は同じところに2つ増やし目、1、2、そしたらまた1、2、3、1つずつ入れます。1、2、3、そしたら次は同じところに2つ入れます。1、2、この繰り返しをずっとやっていきます。なので次は1、2、3、細編み1つずつ入れて増やし目、1、2、3、増やし目でずっとやっていきます。ずっと繰り返しやってきて一番最後ここ増やし目で終わってます。で最後は1、2、3、1つずつして終わります。細編み3つ入れてこの段は終わりますね。1、2、3、で最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて立ち上がり1つ、で
のね書いてるんですよ私。今3で終わりましたよね。なので3で終わったっていうの書いてて、この1って書いてるのは最後は1で、細編み1で終わったっていうので書いてます。まあ書いてても意味ないかもしれないですけどこれは最後2で終わってる、5で終わってるっていう感じでね、一応書いてますなのでそれいらないわって方はなんか書かなくてもいいと思うんですけど、でこれ立ち上がり一つしたので裏返して、裏返したのでずらして、そしたらここじゃなくてここから細編みを2します。1、2、そしたら次は増し目、同じところに細編み2つ、そしたら次は1、2、3、4つ細編みします。1、2、3、4つ、そしたら次は同じところに細編み2つで増やします。1、2、そしたらまた1、2、3、4、1つずつ細編みを入れていきます。1、2、3、4、そしたら次は同じところに細編みを2つ入れます。1、2、この繰り返しをずっとやっていきます。ここまでやってきて、で今増し目で終わってます。そしたら1、2、1つずつ入れて、今回は2で終わります。細編みに入れて、1つずつ入れて、この段を終えます。で最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜いて立ち上がり1つ、で裏返して、裏返したから次の段、次はここじゃなくてここから増し目、1、2、そしたら次は1、2、3、4、5って1つずつ細編み入れていくところが増えていきますね。1、2、3、4、5、そしたら次は増し目、同じところに細編み2つ入れます。1、2次は1、2、3、4、5、また入れます。1、2、3、4、5入れたら次はまた増し目っていう感じで繰り返して、またこの段をやっていきます。また5を入れて増し目、5を入れて増し目で全てやっていきます。はい、最後の項まで来ました。最後は1、2、3、4、5で終わります。ここ増し目してるんで、1、2、3、4、5、そしたら最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜いて立ち上がり1つ、で裏返してずらして次はここじゃなくてここから細編みを1、2、3、一つずつ入れていきます。で3入れたら次は増し目、同じところに細編み2つ入れます。そしたら次は1、2、3、4、5、6、一つずつ入れます。でだんだんこう広がっていくんで、まあ、普通に細編みっていうよりはこうやって入れて、こう尾をちょっと長めに引くと、まあ結構平らにできるんじゃないかなってなお思うんですけど1、まあ、気持ちいいですよね。2、まあ、外側って中側よりはこうなんていうんですか、広がっていくので、なんて言ったらいいのかな、まあ、こういう風にやればいいんじゃないかなって思って、こういうのも意識してちょっとやってたりとかしますね。3、
4、5、6で次は増し目、同じところに細編み2つ。まあ、ちょっとは変わると思うんですよね。うん、こんな感じで、でまた1、2、3、4、5、6一つずつ細編み入れます。1、2、3、4、5、6で次は同じところに細編み2つ。その繰り返しはまたやっていきます。ずっとやっていきます。増やし目1、2、3、4、5、6入れてきたところです。なので次は増し目、同じところに細編み2つ、で最後は1、2、3でこの段終わります。1、2、3、そしたら最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて立ち上がり1つで裏返して、裏返したら次8段目、8段目は、あ、違う。次9段目。次はここじゃなくてここに同じところに細編み2つから始まります。で、さっき細編み6だったんで、次は1つ増えて、1、2、3、4、5、6、7。1つずつ入れていきます。1、2、3、4、5、6、7、7入れたら次は同じところに細編み2つ、1、2でまた7入れて増し目、7入れて増し目でずっとやっていきます。最後のところまで来て、今増し目のところですね。そしたら1、2、3、4、5、6、7でこの段終わります。1、2、3、4、5、6、7、そしたら最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて立ち上がり1つで入れ返してずらして、まず10番目ですよね。次だからだいぶちっちゃくなりますね。ちょっと下げると、ここじゃなくてここから細編みを4つしていきます。1、2、3、4、4したら次は増し目、同じところに細編み2つします。そしたら次は1、2、3、4、5、6、7、8ですね。次1、2、3、4、5、6、7、8で8したら次は増し目、同じところに細編み2つしますね。でまた1、2、3、4、5、6、7、8増し目、8増し目でずっとやっていきます。最後のとこまで来ました。ちなみに8細編みしてきて、なので次は増し目、同じところに細編み2つで、最後は1、2、3、4で終わります。1、2、3、4で最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて立ち上がり1つで10段目までできました。まあ、結構ちっちゃいですね。
太いのでやっても7号でやったらこれだけちっちゃくなりました。あ、15っていうかね、10以上広げたい場合は、ここからはもうずっと法則があって、これも交代交代ね、増し目でいってるんですよね。だから3、5、7、9、まあ、次11ですよね。11の奇数のところは増し目から始まります。で、偶数はこれここを見ていくと1、2、3、4ってね、1つずつ増えていってるんですね、ここだから。で、何て言うんですか、ここの数字は1つずつ増えていってます、1段ずつ。なので、まあ、次11をやるとすると11で、次は V なんですよね、奇数なんで、奇数の 段数なんで、で V で、で次は7、8ってきてるんで9ですよね。で V、9、V でずっといって、まあ最後は9で終わるんですよ。なんていうんですかね、この手前が V なんで、なんていうんですかね、まあ9なんですよね。で次10にするってなったら、まあここは 1,2,3,4 できてるんで5だなって、5で次 V で6,7,8,9 で次10なんで 10V でずっと 10V っていう感じで増やしていきます。で最後は5ですね。まあ、5っていうのは最後の5と最初の5で、ここの10になるんで、ここもそうですね。9っていうのは、まあ、この前は、まあ、何にも数字がないんで、まあ、交互に V で挟んでるんで9、一番最後9ってことですね。こういう感じでずっと増やしていくと、まあ、果てしなく増やしていけるんで、これもこんな感じでやってます。それで、まあ、次はなんかまた柄を作っていこうかなと思っています。まあ、ここをレンジと組み合わせてもまたやっていってもいいし、なんか作っていこうかなと思います。あ、ここまでになるんですけど、はい、まあ、円の編み方っていうことで、この1本の動画にしておこうかなと思いました。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。